どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は、秘書の戦闘においての活躍幅を広げるために必要な味方を紹介していきたいと思います。秘書については、単体特化で非常に強いキャラとなっていますが、敵の数や状況によっては意外と戦いづらい部分があるのかなと思います。特に、高難度コンテンツになると、フラニアは得意ですが、虚構叙事に関してはちょっと苦手みたいなところが出てきますからね。ですが、他の追加攻撃持ちキャラをうまく活用すると適性がぐっと上がりますので、その紹介をしていきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず、秘書の戦闘における長所と短所から見ていきたいと思います。仲間の相性もまず大事なところですが、秘書自身の長所も抑えていきたいと思います。長所に関しては、単体特化の攻撃で殲滅力が高いというところですね。スキルや必殺技が単体に対して非常に強力となっており、子に対しては殴りに行けるのが特徴となります。そのため、ボス系の相手に対してや仕留めたい敵に対して確実にとどめを刺しに行けるのが非常に強いところとなります。この戦闘力の高さが売りと言ってもいいところですよね。続いて短所についてです。短所は複数に対しての攻撃手段が少ないというところです。単体特化の性能となるため、次ターンで2人攻撃するには、スキルで敵を倒し、その後の追加攻撃を他の敵に当てるっていうところでコツがいります。スキルならまだ可能なんですが、必殺技になると追加攻撃も発動しないっていうのがありますので、複数狙いが非常に難しいっていうのがあるんですよね。それか、追加攻撃を残しておいて、味方が別のキャラを狙うのを待つっていう方法になります。そういった点から、複数に対してはなかなか攻撃手段が稼げないっていうのがありますね。衣装に関しては、とにかく単体に対しては強気でいけるっていうのがあります。そのため、高難度でもボスに対して強気でいけるのが特徴というところなんですよね。ですが、ウェーブ戦のような敵が何度も出てくるものに対しては、手数で圧倒するしかないため、どうしても味方に頼る部分が出てきます。一人では戦うタイプではないキャラとなっていますので、この点が一長一短といったところになっています。それでは、それぞれの高難度に対して、どれだけ相性がいいキャラがいるのか見ていきたいと思います。まずは、忘却の庭で相性がいいキャラについてです。こちらに関して、おすすめキャラとしては、ナノカ、モゼ、トパーズ、アベンチュリン、ロビンとなります。その他のおすすめとしては、ヌアン、ブローニャ、フォフォとなります。おすすめのキャラの特徴としては、追加攻撃ができるキャラとなっています。その他っていうところに関しては、火力をアップするバッファーというところになりますね。こちらのおすすめキャラの理由について3つほど紹介したいと思います。まず1つ目、追加攻撃の連携ができるっていうところです。衣装の攻撃には追加攻撃の効果が付与されているため、味方の追加攻撃によるチャージや追撃の恩恵を受けやすいという特徴があります。衣装のスキルを放って味方が攻撃して、さらに衣装が追加攻撃してっていう感じで交互に攻撃することが多くなるので、連携がしやすくなるっていうのがありますね。しかもこれに関しては味方が追加攻撃持ちじゃないと連携ができませんので、そういった味方を入れることがとても重要となります。特に忘却の庭においては手数が非常に大事になりますので、先ほど紹介したメンバーは非常に相性がいいところとなります。続いて2つ目ですが、手数で敵を抑えれるというところです。味方との連携が取れることにより敵一体を確実に倒すことが可能となっています。結構ありがたいんですよね。ナノカにしてもモゼにしてもトパーズにしても、それぞれ追加攻撃発動に合わせて動いてくれるので、とてもありがたいところがあります。これにより単純にダメージを与える回数が増えますので、追加攻撃が続いている最中に1体目を倒してしまえば2体目を連携中に攻撃する可能性もアップします。これが非常に便利ですね。複数戦を戦う上ではこの応用っていうのは非常に大事になりますので、ある程度対応可能になってきます。1体倒せるだけよりかは2体倒せる方が戦闘において楽になりますからね。それぐらい手数がカバーできるっていうのが特徴となります。特にナノカ、モゼ、トパーズに関してはその点が相性がいいので、必ず入れておきたいなっていうキャラになりますね。それでは3つ目、バフでより殲滅力がアップするというところです。今回アベンチュリン、ロビン、ルアン、グローニャ、フォフォを紹介していますが、こちらに関してはバッファーとかデバフ要因となります。まあ、バッファーによって味方全体が強化されるっていうのがありますので、殲滅力が上がります。敵をそれだけ倒しやすくなるっていう機会が出てきますので、ダメージを稼ぐにはこのキャラが必要かなと思います。まあ、忘却の庭に関しては難易度がどんどん上がっていってますので、ある程度の火力っていうのは求められるんですよね。なんですが、追加攻撃パーティーって基本会心率を高めに持っているため、会心ダメが低くなりがちだったりします。
そういった点ではバッファーによって攻撃力を底上げしてダメージを上げるってことが理想となりますので、忘却の庭とかはその典型的な例になるのかなと思います。結構ロビンが注目されてますが、そういった欠点を補えるというのもあって相性がいいというのがありますね。忘却の庭に関しては衣装自体の相性がいいっていうのもありますし、星4キャラとの合わせでもそれなりにクリアができるようになっていますので、もともと性能的な相性は良かったのかなと思います。ですがさらに秘書の性能を伸ばすっていうところで言うと、今回紹介したキャラを入れ込むといいのかなと思います。続いて虚構女児での相性がいいキャラについて紹介していきたいと思います。おすすめとしてはヘルタ、ジェイド、ウンリ、ホホ、ロビンとなります。その他に関してはアベンチュリンと姫子ですね。先ほどの裏庭と違ってメンバーがだいぶ変わっています。今回のおすすめキャラに関しては虚構女児のみの相性がいいキャラとなっています。まあ他でも使えなくはないですが、虚構女児だとより力を発揮できるというところですね。まあ特徴としては次の3つ紹介していきたいと思います。まず虚構女児をする上で秘書と相性がいいキャラの特徴としては、拡散以上の攻撃だと大活躍するというところです。先ほど紹介したメンバーに関してはほとんどが拡散以上の攻撃が可能となっています。拡散攻撃ができることによって、衣装が処理しづらい雑魚敵を残りの味方が処理してくれるようになりますので、雑魚殲滅がしやすくなります。その分、衣装はボスを抑えれるというバランスが取れるため、非常に相性がいいんですよね。特に、ジェイドとヘルタを入れることによって、衣装の苦手な雑魚敵の処理が完全にカバーされますので、この二人とは非常に相性がいいところとなります。続いて、二つ目としては、耐久枠と爆が大事っていうところですね。虚構女児の相性がいいキャラとしては、先ほどの追加攻撃のキャラも大事なところとなりますが、敵の HP が高い傾向なので、意外とバフ要因が大事になります。さらに、耐久面の確保が必要になってくるってことがありますので、おすすめのところにいるポホが一番おすすめなキャラとなります。両方こなせるっていうのがいいんですよね。衣装にとってはあまり恩恵がない EP 回復となりますが、チーム全体の安定感がアップしつつバフもかけれるという特徴がありますので、耐久枠とバフに関してはポホが優秀というところがありますね。なので耐久とバフが両立できるキャラはとても貴重かなと思います。これに関してアベンチュリンでもいいのではという方もいるかもしれませんが、アベンチュリンだとランダムな攻撃というところがありますので、そのあたりがちょっと噛み合いが難しかったなというのがありましたね。悪くはないんだけど、ポポの方がより相性が良かったと個人的には思ってます。続いて3つ目です。虚構女児の相性がいいキャラっていうところなんですが、こちらとうまく組むことができれば満点が取れることもあります。まあ、今回、ジェイドがいるっていうのが大事なんですけど、ジェイドとヘルタを入れた編成でオートで回してみたんですが、満点がギリギリ取れたりっていうことがありました。手動だと1ラウンド残しで満点が取れるってことがありましたね。まあ、これに関してはジェイドとヘルタの能力が高いっていうのはもちろんあるんですが、大型に対しての対策は秘書でできることと、雑魚殲滅に関してジェイドとヘルタで行えるのでバランスが良くなったっていうのがあります。そうなった場合、耐久枠としてフォフォを採用したりと編成難易度が高めになります。結構虚構女児で相性がいいキャラは編成難易度が高いなと思ってますので、その点だけはちょっと注意も必要かなと思います。衣装の虚構女児に関してですが、正直味方依存が一番出る部分かなと思ってます。拡散攻撃以上の追加攻撃持ちのキャラでないと虚構女児は難易度が高くなりますので、それの所持状況によってだいぶ変わるのかなと思います。そもそも秘書自体は虚構女児の相性がいいキャラとは言えませんので、味方に頑張ってもらうっていうのがメインになると思います。それでは続いて末日の幻影で相性がいいキャラについて紹介したいと思います。おすすめのキャラとしては、ナノカ、モゼ、トパーズ、アベンジュリン、ロビン、ウンリとなります。その他は、フォフォとブローニャですね。こちらに関しても3つポイントがあります。まず1つ目、追加攻撃の連携が取りやすいっていうところですね。これに関しては、末日の傾向を考えてみるといいんですが、単体を確実に潰しながら倒していくことが多いため、味方と連携を取って一気に削ることができる秘書とは相性がいい部分となります。そういった意味では、秘書が攻撃した後に連携して追加攻撃ができるキャラが必要となってくるんですよね。そうなってくると、裏庭と似たようなキャラが相性が良くなります。特に、ナノカ、モゼ、トパーズに関しては、追加攻撃でさらに追い打ちができるので、ぜひ入れたいところっていうところですね。続いて二つ目、バフで火力が補えるっていうところです。末日に関しては、耐久が非常に高い敵ができてくるため、苦戦を強いられるっていうことが多いんですが、その上で行動順を短縮しないといけないので、短期決戦になるんですよね。そうなってくると、バッファーや攻撃しながらデバフをかけれる味方がいると相性がいいっていうのがあります。
そういった点ではロビンだったりとかアベンチュリーっていうのが優秀ですね。なのでそういったデバッファーだったりバッファーは入れておきたいというのがあります。またカウンターも追加攻撃判定となりますので、相手のターンを生かせる味方も同様に相性がいいというところになります。まあ、今回に関しては運理が相性がいいところというところですね。続いて3つ目、追加攻撃で行動順の節約をするというところです。圧力の原因に関しては行動順の消費によって評価が変わるというのがあります。なんですが、この行動順に関しては必殺技の割り込みであったり追加攻撃による行動で行動順が減るということがありません。なので追加攻撃持ちキャラに関しては末日と非常に相性がいいところがあるんですよね。時短以内で発動できるカウンター型や味方のターンで動ける追加攻撃にとっては火力を出しながら行動順も節約ができるという特徴がありますので、今回おすすめしたキャラは非常に相性がいいところとなります。正直末日の原因に関しては今回手動でないと辛いっていうのはありますが、性能的には衣装の性能と味方の性能をちゃんと理解してれば戦いやすかったなと思います。だいぶねアベンジニアが弱体化されたような感じはありますが、やっててプレイしやすかったなと思いますね。それでは続いて追加攻撃持ち別の特徴とクリアの編成を紹介したいと思います。それでは最初に追加攻撃持ちのキャラについて話をしていきたいと思います。大きくで4つのグループに分かれるのかなと思いますね。ただしこれに関しては秘書から見た視点で話していきます。まず1つ目左上ですね、攻撃回数増加による殲滅と飛行獲得の要因っていうところです。これに関してはナノカ、モゼ、トパーズ、レーシオとなります。秘書と一緒に攻撃をしてくれるキャラとなります。結構大事な枠になりますね。このキャラがどれだけ動くかによって必殺技の回転率が大きく変わるというところあります。なんですがレーシオに関してはデバフ付与っていうところがありますので、ちょっと噛み合いが悪いなっていうところがありますので、どうしても追加攻撃キャラを持ってない場合は入れるっていう感じにしてください。続いては右上の範囲攻撃による大量の敵の対応が可能というところです。これに関してはヘルタ、ジェイド、ヒメコ、ジンとなります。これに関しては正直ジェイドが必須級になるかなっていうところはありますが、敵全体への攻撃が可能となり一掃しやすくなるっていうのがあります。倒せなくても飛翔で倒しやすくなるっていうのも嬉しいところですね。それなりにジェイドって火力も出せますので、広範囲で敵を殲滅したいことがあればこのメンバーを入れて一緒に戦うのがいいのかなと思います。正直この4人に関しては虚構女児向けかなと思ってますね。続いて左下の敵ターン有効活用するカウンター型についてです。メンバーに関してはアベンジュリン、ウンディ、クラーラですね。カウンターによって敵ターンを攻撃に変えれるっていうのが特徴となります。敵の数が多かったり行動数を抑えたい時に活躍するキャラとなりますね。この3人に関してはもともと強いキャラではありますので、カウンター型をしっかり理解してれば扱いやすいのかなと思います。カウンター型だから秘書と相性が悪いってことはなかったですね。どちらかというとウンギとかクラーラに対して衣装が追加攻撃をするっていうちょっと逆の動きになるのかなと思います。それでは最後編成を強化しつつ安定感を上げる要因となります。ここに関してはバッファーとかですね。メンバーとしてはロビン、ヌアン、フォフォ、ブローニャとなります。まあロビンとフォフォは全体のバフが非常に強力なので衣装のダメージを大幅にアップしてくれるっていうのがあります。またロビンとかがいない場合はブローニャで代わりも可能っていうのが嬉しいところですね。でルアンを今回上げてるんですが、ルアンに関してはどうしても人生削りで倒しきれないとか火力が通らないっていう人向けのおすすめとなります。優先して入れてくださいっていうわけではないです。続いては実際に高難度した時のクリアの編成について話していきたいと思います。まずは裏庭ですね。クリア時の編成としては秘書、ナノカ、ロビン、アベンチリになります。まあ、その他にも枠を変えてナノカの部分はトパーズやモゼ、ロゼのところはブローニャ、アベンチニーのところはフォフォ、ギャラガーでいけます。こちらに関してですが、まあ、ロビンがいると火力が安定しやすかったなっていうのが一言ありますね。とにかくロビンが強かったなと思います。あと重要なのは7日の枠ですね。こちらの枠に関してはとにかく秘書と一緒に攻撃をしまくるところとなりますので、どれだけ動けるかっていうのは大事になります。あとラウンドをなるべく抑えるのであればバフを切らさないっていうのも大事でしたね。続いて虚構女児のクリア時の編成についてです。これに関してはクリア時っていうのはそこまで幅広くはなかったです。メンバーとしては秘書、ジェイド、ヘルタ、フォフォとなります。ヘルタの部分を運理にしてもいいです。でこれに関してなんですが、秘書で満点を目指すなら基本この編成が理想かなと思います。実際にこの編成で取れました。
で、ジェイドとヘルタで全体を殲滅しつつ、飛翔で交代キーを倒すっていうのがバランスが良かったですね。ちなみに、運利を入れた場合なんですが、だいたい3万半ばぐらいになりました。満点クリアっていうのは難しかったですね。これに関しては、持ち公演数を持ってるかどうかで変わるのかなと思います。続いては、末日ですね。こちらの編成については、飛翔、トパーズ、ロビン、アベンチニとなります。替えとしては、トパーズのところにナノカ、ロビンのところにヘルタ、アベンチリンのところにフォフォとなります。ただ今回の末日に関しては手動が必須っていうところがありますので、ある程度対応ができるのかなと思ってます。特にトパーズ枠がしっかりしていればそれなりに安定して戦えたなっていうのはありますね。グラニア同様、飛翔ともう一人のアタッカー枠が誰になるのかでだいぶ安定感が変わるように感じました。またヘルタエリも今回試してみたんですが、アベンチュリンのボスの場合は1500は獲得ができましたので、意外とバランスが取れて良かったのかなと思います。このあたりは耐久枠にフォフォを採用したから良かったっていうのもあるかもしれないですね。ただ安定して1500近くを取れるっていうのはかなり強いのかなと思います。師匠の高難度をクリアするための編成の考え方としては、編成キャラの相性をちゃんと抑えていれば幅が利くようになっているので扱いやすかったっていうのがあります。思ったよりも戦いやすかったっていうのがありますね。コートでもそれなりに手数も稼げて戦いやすかったです。ただし編成を見てみると、ロビンとかアベンチリンなど星5が必要なことが多いです。その他にもジェイドとかフォフォですね。こういった感じで結構高級な編成を求められることがありますので、揃えるとなった場合は注意が必要なのかなと思います。結構ガチャをしないといけないなっていうふうに感じました。それでは今回の動画の総評について話をしていきたいと思います。今回は活躍の幅を広げるために誰がいいのかっていうところでしたが、なかなかキャラの数が多かったかなと思います。で、今回は2つの項目に分けて話をしていきたいと思います。まず1つ目、活躍幅を広げるにはっていうところなんですが、正直なところ星5キャラに加えて星4の育成など育成面の難易度が高いと思いました。まあ、今回は改めて飛翔編成をいろいろ試してみましたが、結果から見ると星5キャラの活用や星4キャラの育成などに労力がかなりかかったなと感じてます。ただその点のカバーできれば飛翔のキャラ適性が広がっていくっていうのは確実なので、追加攻撃編成としてもバランスが取れてきたのかなと思います。ただし虚構女児に関してはジェイドが必須級に近いように感じました。いるいないでは全然違いましたね。なので全体攻撃持ちの追加攻撃キャラが来た時は、飛翔を使っていく上では今後重要になるかもしれないなと感じてます。飛翔単体で強いっていうのはありますが、やはり弱点っていうのがありますからね。そこを補う上では全体攻撃持ちだったりとか拡散以上の追加攻撃を持ってるキャラが強いになってくるのかなと思います。なので活躍の幅を広げるにはそういったことも視野に入れとくっていうのが大事ですね。それでは2つ目、活躍具合についてです。飛翔の活躍に関してですが、正直キャラの所持具合で大きく変わるかなと思います。ただキャラを所持していない人でもグラニアの適性はとても高いキャラかなっていうところですね。飛翔に関しては始めたばかりやキャラが揃ってない人視点で考えた時にですが、飛翔の活躍具合っていうのは味方に依存するためかなり扱いが難しいかなと思っています。ですがグラニアをクリアできる要素がもともと強いっていうのがありますので、そこまで深く考えなくてもいいのかなっていうのもありましたね。まあ何より星4との組み合わせでクリアができるようになっていますので、その点に関しては非常に強い部分かなと思います。ただ飛翔が大好きで活躍の幅を広げたいっていう方からすると、やはりキャラ依存が強いキャラと言えますので、所持状況によっては活躍具合がどうしても広がりづらいっていうのはあるかもしれないですね。特に今回ジェイドの話で必須級に虚構女児では欲しいなって話をしましたが、そもそもジェイドが虚構女児の適性高すぎるっていうのがありますからね。ただジェイドに関しては大型のボスに対して単体で火力を出すってことができないので、その弱点を飛翔で補えるっていう相性のバランスがあるんですよね。そういったところがあって、今回は飛翔の視点から見てジェイドは必須級に欲しくなったなっていうところがあります。まあ、場面に合わせて使うならっていう話ですね。ただ今回の動画なんですけど、おすすめのキャラって結構多く紹介してるんですよね。なのでどこをクリアするときにどういった編成を使っていくといいのかとか、誰を採用するといいのかっていう考え方を真似してもらえるといいのかなと思います。まあ、キャラが必ずこれじゃないといけないっていうわけではないと思いますので、いろいろ皆さんでも試してもらえるといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。